はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のあつこお姉さん卒業に関して大輔お兄さんのコメント、これを見てみたいと思います。タイトルはあつこちゃんとなっていますね。大輔お兄さんはあつこお姉さんのことをあつこちゃんと呼んでいるんですよね。何を書いていいかわからないというところから始まっていますね。あつこお姉さんは近所にいるような身近なお姉さんのような歌のお姉さんになりたいと語っていたそうですね。そして変顔もやったことがなくてダンスも初めてだったそうですね。なのでとても努力をされていたそうです。そしてよしお兄さんやりさお姉さん、そして大輔お兄さんを見送って、そしてお母さんと一緒60周年のコンサートありましたね。それのホスト役として共に歴史の1ページをつなぎ、そしてコロナ禍でも頑張ったというところを大輔お兄さんはとても評価しているというか褒めていらっしゃいますね。そしてとても寂しいというコメントを並べています。そして最後にあつこちゃん本当にありがとうと締めくくっていますね。といったところで今日はこれでおしまいにしたいと思います。次の動画を楽しみにしていてくださいね。